ワークショップとは日本では体験型講座を指す後、ワークショップは学びや創造、問題解決やトレーニングの手法である。参加者が自発的に作業や発言を行える環境が整った場においてファシリテーターと呼ばれる司会進行役を中心に参加者全員が体験するものとして運営される携帯がポピュラーとなっている。会場は森や原っぱから 公共ホールや、スタジオ、美術館や、カルチャースクール、ビルの一室、学校の教室を利用するなど様々。語源である英語のこの語は、本来は、作業場や工房を意味するが、現代においては参加者が、経験や共同作業したり対話をしながら、スキルを伸ばす、場の意味を持つようになっている。具体的には、ものづくり講座、音楽ワークショップや演劇ワークショップのような、 身体表現における学習と作業参加の場や各種体験セミナー、科学や技術教育、人権教育のような各種教育ワークショップのようなものがある。ヨガや瞑想教室、陶芸教室などの体で体験する教室や機械にもこの故障は使われる場合がある。体験型講座としてのワークショップは20世紀初頭の米ハーバード大学において ジョージ・ P ・ベイカーが担当していた、議局創作の授業に期限を持つ。ちづくり分野においては、地域に関わる様々な立場の人々が自ら参加して、地域社会の課題を解決するための改善計画を立てたり、進めていく共同作業と、その総称。具体的には、公園づくりや、道づくり、公共施設の計画、団地や、コーポラティブハウスなどの住まい計画。 市町村の都心マスタープランの策定など多岐にわたる住民参加型の活動形態の一つ企業研修や住民参加型街づくりにおける合意形成の手法として住民が中心になって地域の課題を解決しようとする場合にワークショップの手法がよく用いられる街づくりにおいて地域に関わる様々な立場の人々が自ら参加して 地域社会の課題を解決するための改善計画を立てたり進めていく共同作業とその総称として近年用いられていった。公園づくりや道づくり、公共施設の計画、団地やコーポラティブハウスなどの住まい計画、市町村の都市マスタープランの策定など多岐にわたる、住民参加型の活動形態の一つとして位置づけられる。 主に都市計画や街づくりの分野でワークショップが取り入れられるようになったのは1960年代に環境デザイナー、ランドスケープアーキテクトであるローレンス・ハル・プリンが夫人のダンスワークを参考にテイクパートプロセスとしてワークショップを用いたことが始まりである。日本においては1979年に日本に紹介され藤本信義、 木下伊佐村のグループが取り入れたことで、日本のまちづくりにおける技法として開発されるようになった。なお、ワークショップをまちづくりにおいて活用された事例は、東京都世田谷区が取り入れたのが初見である。同区におけるワークショップは、住民主体の勉強会に起因している。1970年代後半に、世田谷区の大使道地区において、マンション紛争が起こり、世田谷区の主催で、 区民向けの町づくり懇談会が開かれることとなった。懇談会では、区民から紛争をめぐる世田谷区の施策を批判が相次いだが、懇談会設置後、1年を経て懇談会に参加した区民の中に、批判だけでは問題解決しない行政と対等に話し合うには、住民側にもそれなりの専門知識が必要であるという意識が広がり、1982年に、 懇談会メンバーの住民を中心とした町づくり、協議会設立準備会が創設され、住民主体の町づくりの実現を目指した地域住民組織づくりに向けた活動が開始されるようになった。この町づくり協議会準備会が行政との対話の推進を目指す中で行ったのが、街歩き、街点検などの活動や勉強会の開催であり、その活動が次第に、 プログラム化されていく中で、町づくりワークショップとして定着するようになった。その具体例が、地域の公園づくりを目的としたワークショップで、あとパークショップの造語をもって称されることとなった。次第に、世田谷区大主堂地区では、町づくりワークショップの対象範囲を広げ、老後の住み続けられる街づくり、ゴミゼロ社会を目指す街づくり、地域に開かれた消防署づくりをテーマに、 ワークショップが開かれ、実際に区民管理による公園づくりを実現させたほか、東京消防庁の消防所建設に意見が反映されるなどの実績を挙げた。これが全国においても住民参加の先駆けとして、専門家などから注目されるようになった。まちづくりワークショップは、川、北次郎の開発したキロジュール法の手法を取り入れることで、 さらに住民の合意形成技術としての性格を強め、今日では街づくりにおける合意形成技法として注目されている。近年は模型を用いた街づくりデザインゲームというワークショップ手法が多用されるようになりつつある。街づくりデザインゲームとはワークショップのような集会において参加者が意見やアイデアを話し合い、実際に設計やデザインに参加する際、 具体的な空間計画等を行う際に、空間イメージのシミュレーションをし、目標のイメージを関係者で共有するための手法で、新しい公演を計画する際などに用いられる。また将来の街の姿をシミュレートする、ライフデザインゲームや街の更新をシミュレートする、建て替えデザインゲームなどもある。ワークショップの効果として期待されているものとして、参加者同士の体験共有、意見表出、 創造表現、意見集約その他のコミュニケーションを深めること等がある。地方自治の分野では市民間の合意形成のスタイルとしても注目されている。街づくりワークショップにおいては家庭が重要とされる。特に地域住民の声は多様であり、多性的である。よって住民が漠然と集まって話し合いを重ねてもなかなか進展がないため、 実際のまちづくりワークショップの現場では、コンサルタント業の人物がファシリテーターとして関わって、課題を整理したり、助言が行われることが多い。しかし、コンサルタント業の人物がファシリテーターとして関わることには、賛否がある。まちづくりワークショップの性格は、自由討議・公開性を原則とした議論の場であるが、参加者の総意が、住民の総意とは限らない。このため、 ワークショップの成果を広報誌などにまとめて参加者以外にも内容を知ってもらう意見募集をするなどの工夫も必要になる。防災まちづくりの事例ではカリキュラムにフィールドワークの一環として災害図上訓練を取り入れたワークショップが開かれることが多い。ありがとうございます。